はい、人参のスープ作ります。日本の人参とフランスの人参の違いと言いますか、それはまあ日本の人参は今はもう甘くてすごく子供も大好きで、昔の人参はやっぱり僕らもそうだったんですけど、人参嫌いっていう子が多かったんですよね。それはなぜかというと香りが強かった。で、今の人参はどんどん品種改良がされて、今の子供たちで人参嫌いっていう子はいないぐらい、もうみんな大好きな人参なんですけども、その昔の人参の名残がフランスの人参にはまだあるって言いますか、そういった違いがありますね。で、今日はもう完全に日本の人参、この甘い人参を使って料理を作っていきたいと思います。では早速いきます。まあ人参に限らずいろんな野菜あるんですけども、まあ、皮を剥くっていうのはまあ一般的なことかもしれないですけども、まあ、皮にも栄養がいっぱい詰まってるわけであって、で香りの部分でおいてもやはり皮っていうのは結構重要なポイントになってくると思うんですよ。なので皮も全部使っていきます。最初にヘタを取っていきます。まあ、尻尾の方ですね、これはもうそのまま輪切りにしてもらって、で途中から薄切りにすると、まあ、火が入りやすいという利点はあるんですけども、僕のイメージするところですけども、あまり薄切りにしちゃうと香りの部分で少し乏しくなるような、まあ、科学的な根拠あるのかちょっと分かりませんけど、ある程度厚切りにしてあげた方が人参のうまみっていうか残るような気がします。で鍋に、バター入れます。これは牛乳を入れて煮込んでいくんですけども、まあその点においては浅い鍋で一気に蒸発させるよりは少しこう狭い鍋でゆっくり蒸発させていくっていう方法をとっています。でバターがある程度溶けたらここに入れていきます。火加減弱火です。人参のこのバターを焦がさないようにやっていきます。だから弱火からまあ弱火をちょい強いぐらいですか、それぐらいがちょうどいいと思います。で軽く回したらそこに塩を入れます。軽く少し透明感が出るぐらいまで炒めていきます。まあ好みにもよるんですけども、ここでしっかり人参に焼き色をつけてその香ばしさを強調したりとかもできますね。で今回ピュアな感じでシンプルにピューレだけを作っていきます。で今日はこれ人参丸ごと全部使ってるんですけども、まあ、シェフによってはこの芯の部分ですね、この部分を取って炒めていくシェフもいます。まあ、なぜかというと この外側 の色の強い部分ですがより香りが強くて濃厚な仕上がりになるんですね。表面に透明感が出てきましたので、ここで牛乳を入れていきます。人参が浸かるぐらいの量ですね。で、沸いてきました。ここで少し今中火になってますので、弱火にします。でキッチンペーパー今ちょっと穴を開けまして紙で蓋をして25分から30分ぐらい煮込んでいきます。でまあ5分に1回ぐらい下が当たりやすいので軽く混ぜてあげてください。これはもう一番弱火のままずっと煮込んでいきます。人参が煮えました。これで約25分経った状態ですね。で途中確認しながらですけども水分が少なくなったらその都度少しずつ水を足していいです。まあ、ある程度水分がないとミキサーでピューレにならないので大体これぐらいが目安ですかね。
ではピューレにしていきます。温かいうちにすぐにやらないと。はい、この後裏ごしするんですけども、やはり温かくないと裏ごししづらいです。では回していきます。はい、約3分ほど回したものですね。だいぶ滑らかになってます。でこれ熱いうちにこうやってシノアを使って裏ごしていきます。これはだからミキサーの中でしっかり滑らかにするっていうのがポイントですね。こうやって軽く裏ごししてますけども、ちゃんと滑らかにしとかないとこんな簡単に裏ごすことはできないです。できるだけ細かいこうやってシノアを使う、もしくは裏ごし器ありますよね、ご家庭で。そういうのを使ってしっかり裏ごししてください。後の仕上がりというか口当たりが大きく変わってきますので、この作業は、ぜひやってください。で裏ごしが終わりました。この段階で少し味を見ます。で塩、足りなかったら塩を足します。でこのピューレを作っておいて、このまま冷凍、小分けにして冷凍保存して、例えばビーフシチューのつなぎに入れたりとか、そうですね、このまま付け合わせにもなるし、肉料理、魚料理、相性がいいです。でもっとコクとか欲しかったら、ここにコンソメ入れたりとか、そういった肉系の出汁をですね足してあげれば、より深みのあるポタージュになると思います。今日はもう人参の重さそのまんまに表現したいので、このまま牛乳で伸ばして温かいポタージュとしてお出しします。はい、では温めていきます。で牛乳も入れますけど、まあ、ギリギリスープというぐらい、飲む人参という感じですかね。それぐらいを目指します。では温まりました。このまま冷やして冷製スープにしても美味しいです。では盛り付けていきます。今日はクルトンですね。12枚切りの食パンを棒状に切って、さらにキューブ状に切ったものです。たっぷりで、パセリ、これも飾り付けっていうよりも味の一部としてしっかりかけていいと思います。で好みによってですけども、これにオリーブオイルかけたり、そうですね、生クリームまた垂らしかけたりとかしてもいいと思います。人参の旨味をしっかりと引き出した人参のスープ、完成です。